アバノツバニ地区の温泉。ドーム状の建物の内部に温泉がある。アバノツバニは、ジョージアとビリシにある、旧市街の一つである。天然温泉で有名。倉川東岸の成りから要塞の麓に位置している。プーシキンの言葉が刻み込まれた名文、アバノツバニは、歴史的に重要な意味合いを持つ場所である。ある日、イベリア王国国王のバフタング一世が狩りをしていると、 彼のハヤブサが傷ついた生地を捕まえてきた。その後王が歩いていると突然彼のハヤブサと生地が水の中に落ち死んでしまった。王が確認するとそこには茹で上がったハヤブサと生地と温かい水、つまり温泉があった。その後バフタング一世はイベリア王国の首都をむつ下手から泡のつばにのある場所に遷とし、その場所は ジョージア語で、暖かい、暖かい場所を意味するトビリシという名前が付けられた。トビリシがシルクロードの中継地点であるという地政学的要因もあってか、アバノツバニの温泉は現地住民だけではなく、アジアやヨーロッパから来た旅人にとって人気の場所となった。13世紀には60もの公衆浴場があったとされているが、現在ではたった7棟しか存在しない。 1829年には、ロシアの詩人であるアレクサンドル・プルシキンがアバノツバニーのオルベリアに浴場を訪れ、同温泉を豪華な温泉だと評価しており、その言葉は現在、オルベリアに浴場の建物の名盤に刻み込まれている。ありがとうございます。